皆さんこんにちは。野木田教授の YouTube チャンネルへようこそ。今回はオンライン授業20ということで、最も効果的な教師、 Most Effective Teacher として学生から褒められちゃった話をしたいと思います。クイーンズランド大学はですね、もう前から言ってますけれども、大体世界中の大学ランキングで大体50位近くにあるんですよ。ということで、オーストラリア国内では今のところ一番さ、最近出た、ランキングでは第2位、ということで、もしこれを、日本の大学にしたら、おそらく、東京大学と京都大学の間ぐらいにある、大学、だということなんですけれども、この大学の中でですね、各学期の、2学期あるんですけども、各学期の、成績優秀者、学生さんですね、成績優秀者がディーンズコメンデーションアワードという、なんていうんですかね、学長賞じゃなくて、ディーンなんで、学部、長賞みたいなやつをもらえるんですよ。で、どういう方、学生さんが、優秀な学生さんがもらえるかというとですね、 GPA ですね、平均的な成績、が7点満点中で 6.6 以上の学生さんが表彰されると。7点満点中の GPA で、6.6 って言ったらもうほとんど満点の学生さんですよね。で、そういう学生さんが、受賞するんですけれども、その受賞するときにですね、どの先生がの授業が良かったっていうふうに聞くらしいんですよ。聞くだけじゃなくて、なんかアンケートみたいなのを答えるんだそうなんですけども、それがですね、最も有効果的な教師、Most Effective Teacher は誰でしたか？成績優秀者ですから、まあ、どのクラスも、どの授業もほとんど満点に近いわけですよね。で、その学生が、どの先生が一番良かったですか？というふうな、逆に質問されるそうなんですけども、それでですね、なんと私が選ばれちゃったみたいなんですよ。これはね、ちょっともう、嬉しいですよね。で、今回ですね、私のエネルギー変換蓄積、材料工学、講座という、2単位の、講義があるんですよ。それはマスターの学生さんですね。マスターの学生さんに大体20面ちょっとぐらいなんで、ですけれども、英語名は Materials for Energy Conversion and Storage ということで、リチウムイオンバッテリーであったりとか、水素吸蔵合金であったりとか、太陽電池であったりとか、そういうところの、講義を、やるコースコーディネーターとして、やるんですけれども、もちろん私自身もその水素の部分では講義したりとかですね、リチウムイオンバッテリーのところとかもちょっとずつ講義をしたりとかするんですけれども、そこでですね、その授業を受けた、優秀な学生さんが、その授業も受けた優秀な学生さんが、曰くですね、彼の卓越した教授法とプロ意識に触発されましたということ、まあ、これは Google 翻訳してるんですけれども、ということで、工学部群の大ボスでありますディーンから正式にですね、レターをいただきました。正式にレターをいただいた。でもこれでですね、賞金が出たりですね、なんかこうプロモーションに役立つとかですね、なんかアワードでなんかどっかで表彰でとか、そんなことではないんですよね。そんなことではないんですけれども、まああくまでも、まあ、参考までにということなんでしょうけれども、それでですね、めちゃくちゃ優秀な学生さんから僕の授業は良かったというふうに、名指しで言われたっていうのは、もう画伝、講師として、先生としてはもう涙がちょちょぎれるほど嬉しいですよね。で、これね、自分からね、僕はすごい、教授なんですよとか、すごく教え方がうまいんですよとか言うんではダメでですね、やっぱりね、学生さんの方から野木田先生ってなんかめちゃくちゃ、これなんて書いてある、卓越した教授法と
プロ意識で触発されましたとか言われる方の方がディーンにとってみてもその本人から俺はすごいんだとか言われるよりは教えた学生の方からそういうふうに言ってくるっていうのが、かなりあれはあ本当にすごいんだろうなというふうになるんで非常にこう嬉しいということでちょっと興奮してますけれどもこういうのがあるとなかなか教えることもやめられなくなりますよねということで、今ね来年の講義、どういうふうにやって、行こうかなというふうに、いろいろと考えてるところですということで、今回の話ちょっと短くなりますけれども、前期の講義で Materials for Energy Conversion Storage というエネルギー変換蓄積材料工学コースで、優秀な学生から、私が、いい、先生だということを、ノミネートされてでそれで、ディーンから大ボスから褒められたということで今回の話を終わらせてもらいます。